今回はですね、長崎県第2の都市佐世保市を訪れた時の様子をアップしたいと思います。で、この時使った移動手段なんですが、 JR の特急電車緑号というものに乗りまして、博多の方から佐世保の方までこれ一直線に行きますので、こちらの特急電車を利用しました。で、使った切符なんですが、みんなの九州切符北部九州版という JR 九州がね、2020年の後半の方で出していました。大変お得な切符がありまして、こちら、特急新幹線含めまして、北部九州版というものだったら九州北部、休日2日間乗り放題で5000円で、乗り放題になるという大変お得な切符がありましたので、そちらで、移動して、見ました。で、こちらは、佐世保駅のね、1個前の特急停車駅になります廃棄駅という場所で、この時ね、多少時間に余裕がありましたので、佐世保の中心部に行く前にですね、佐世保の中心部で、ホテルを取ってるんですが、それに行く前に郊外のね、様子も見て回ってから中心部見たいなというふうに思いましたので、こちらの1個手前の、特急停車駅で降りたというわけになります。で、駅周辺の様子なんですが、ドラッグストアやスーパーだったり、あとマンションがね、結構複数、高層マンションがありますよね。で、ちょっとね、こういう風にちょっと駅前の個人の商店だったりっていうのはちょっと現実なんて言いますかね、地方の現実が見えてしまう部分があって、ちょっと心が痛い部分はあるんですが、ただね、それ以外だと、発展しているところも結構あるようですので、そのあたりをね、見て回ることにしました。で、早速ファミリーレストランとかね、ドラッグストア見えてきましたね。ガストとか、奥の方にリンガーハットとかね、あったと思うんですけれども、で、海沿いということでこういうのようにね、時々海とか見えたりして、景色がね、山もね、やはり長崎というとそういう地形が、坂とかね、山とか多いですので、そういうところがね、見ていて、楽しい部分だなと地理的にもね、思いますね。で、やはりね、マンションだったり普通に家もね、たくさん建ってるでしょう。人口がね、佐世保市って24万人以上いるそうなんですよ。これ佐世保について詳しくない人、私もそうだったんですけど、結構思ったより多いなという感じしませんか。で、九州でも9番目に人口が多い都市ということで、これからね、この動画ではまだお見せしないと思うんですが、佐世保の底力、佐世保の本気というものをね、またちょっと動画にアップしますので、ぜひ詳しくない方はね、楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。このもうね、この郊外一個手前の時点で、時々ね、もう、なんと言いますか、便利そうなね、お店とか、ほら、これ結構ね、いいでしょう。このお店いいでしょう。特に大人の男性、まあいいでしょう。そんなおふざけはいいとしまして、このようにね、結構大型の商業施設がもうすでに、ほら、右手にもレストランだったり、靴屋さんもあるんですか？こういう商業施設が結構複数建っていて、栄えてますよね。だから、このようにね、住宅も多い場所ですけども、ほら、地元のね、ちょっといい感じのお店もありまして、住宅が多いあれなんですけども、普通にだから、佐世保の町だったり、あとはね、佐賀、福岡、あと長崎市方面に移動する、普段から日常的に移動している方もいらっしゃるでしょうけど、基本的には、この周辺で日常生活が便利に遅れてしまう感じなんですよね。これエレナっていう、これ地元のスーパー、このエリアのスーパーだと思うんですけど、これもね、駅前に便利そうに建ってて、ちょっとね、こういうトラブルがあったようなんですけど、いろんな方いらっしゃいますからね。それはいいとしまして、で、廃棄駅の周辺の様子でした。スーパーだったり、あと商業施設、大型商業施設だったりも結構あって便利って言ってたらね、すごいなんか商業エリアみたいなの、すごいですよ、これ。廃棄駅から、普通列車に乗ってね、1個、佐世保寄りの、大東駅というところにね、
まあちょっと大阪みたいな地名ですけど、大東駅というところに降り立って、そこからねもう佐世保の中心部まで歩いて、行くことにしました。あのずっとねなんか商業エリアというかこの道路沿いね続いているようなんですよ。ということでね、それをあの一個一個丁寧に見て回りたいなというふうに思いまして、この佐世保駅から2個手前の駅の大東駅からずっと歩いて見て回ることにしまして、この大東駅前ね、すっごく大きなほらで切符もね、すごいいいですよね、この地方感が。でもね、このイオン見てください、めちゃめちゃ立派じゃないですか。これ全然ほら道路もね立派ですし、車もたくさん通ってるし、まだその先にもめちゃめちゃ商業施設が見えるでしょう。このようにね、あの美しい山沿いなんですけども、このね道路際にはそういうほら吉野家とかも普通にあるし、このようにゲームセンターもね立っていて、でさっきのイオンもね、あの普通に地方のイオンショッピングセンターだなという感じで、あの普通に便利そうなね感じでしたよ。中覗いてみましたけども、だからあのこれ全然まだ佐世保の中心部から離れてるんですけど、こんなほらユニクロとかもあるし、もうちょっと先ほらドン・キホーテも見えてるでしょ。これもうこんなめちゃめちゃ便利なんですよ。あの下手したらね、なんだろう、あのもっと人口が多い 3,40万人都市とかよりも、これ商業施設の便利さっていうとちょっと叶わない部分はあるんじゃないでしょうか。まあ、あのさっきも言いましたけど、やはり地形的にね特殊ですだと思いますので、ね、長崎ってなると山がやっぱ多かったりとかで、平地が少なくてっていうことなので、あ、電車がねいいですね。そういう事情があって、多分なんだろう、何本も何本も幹線道路っていうのが並び得ないんだと思うんですね。ということで、一個の国道とかそういう幹線道路バイパスとかにこういう商業施設が集まり、そしてその周りにね、なんか坂沿いとかね、あの山沿いとかに家が集中すると。そういうことによりまして、この幹線道路沿いにめちゃめちゃ便利な、商業エリアが、並ぶという、そういう事情があるんじゃないかなというふうに勝手なね予測をしておりますけども、だってほらこのように奥の方すごい山でしょう。ということでね、長崎ということでジャパネットがね、これいいですよね。長崎佐世保だなっていう感じがしますね、ジャパネットの建物を見るとね。ほらこのようにね、結構崖沿いとかね、商業施設が建ってて、でジャパネットあって、ほら紳士服屋さんとかで電気屋さんもね、さっきもベスト電気ありましたけど、でこういうちょっとなんか地元らしい本屋さんとかもあってね、地元感あるでしょこの本屋さんね。ちょっとね聞いたことある本屋な気がするんですけど、はい、でこのようにまだまだ開発も進んでいまして、やはりね地形が特徴的なので、これは何をの開発でしょうね。でこれねちょっと面白いなって思ったのは、このね鉄塔がね、他の場所と高さを揃えるためにね、このように崖の上に立っている崖の上の鉄塔、面白いですね。別にイエローハットとかカラオケとかね、こういういろんな商業施設がこの山沿いのに幹線道路にねずらーっと並んでいると。でカーディーラーもね結構なんだろう、海外の高級あれディーラーみたいなのも並んでいたり、これニトリとか便利ですよね。はい、でちょっとねこの歩道橋から見てますけども、こういう感じでね、ほらジャパネット佐世保らしい、こういう感じで山沿いに、家が並んでて、この一本の幹線道路沿いにこういうお店が並んでいると。ガリバーとここのハードオフ、この向かいにはパソコン工房、こういうねなんかもう山沿いの道路に こんなに何だろう、中古のパソコン屋さんみたいなのがねあるって、結構便利なその様を表してる感じじゃないですか。もうね感動しましたよ、感動した。まあちょっとね、であれなんですよね、まあ車社会だと思うんですよ、この辺を行き来する方って主にね。
なのでちょっとね、さっき映しましたけど、なんか歩道が急に途切れてね、結構変なところを歩行者歩かされるみたいなのありましたけど、まあ普通の人は多分歩かないと思うんでね、まあそこは良しとしましょう。またほら、中古のパソコンで、これね、次のね、駅の周辺だと思うんですけども、ね、中古のパソコン屋さんがあるって、これ便利な証拠だと思うんですよ、僕ね。はい。で、ちょっとね、幹線道路から少し離れて行ってみたかったところがあるんですが、まあトライアルもあるっていう、ほら24時間スーパーがある、めちゃめちゃ便利でしょう。普通ね、結構20万人規模の都市だったらね、24時間スーパーって結構少なかったりするんですよ。けど普通にこうやって存在感ありますからね、まあ、めちゃめちゃ便利だと思いますね。はい。で、この行き着いた先にほらイオンがあるんですよ。またね、やっぱりイオンが立ってるとね、見たくなっちゃうんですよ。ほら、もうさっきもイオンあったのに、またイオンがあるってね、便利すぎやしませんかと。さっきのはね、結構ショッピングセンター感ありましたけど、こっちはね、なんかイオンタウンみたいな感じでしたね。名称はね、ショッピングセンターなんですけど。ということで、そこからちょっとね、あれ、幹線道路に戻るためにちょっとね、奥の通りを、歩いてね、幹線道路に戻ってるとこなんですけども、こういうちょっと地元っぽいお店もね、ちょくちょくあって、普通にね、住宅もたくさん建っててね、普通の地方都市らしいと言ってたらね、また幹線道路の方に出てきまして、この奥ね、歩いてないんでちょっと映像も映せてないんですけど、結構便利なお店、ブックオフのでっかいお店とか山田とか結構あって、便利な感じぽかったですよ。ということで、中心市街地に行ってます。